公共曲第6番波長調 D589 は、フランツ・シューベルトが1817年に作曲した公共曲。同じく波長調で書かれた第8番、ザグレートと比較すると小規模のため、小波長調の愛称で呼ばれることもある。1817年10月から作曲を始め、翌1818 18年2月にかけて完成されたこの第6番は、 シューベルトの死後1ヶ月後の1828年12月14日にウィーン・ラクユー協会主催の音楽祭で初演が行われた。元来、シューベルト自身は第8番の演奏を希望していたが、あまりにも演奏指南だったために拒絶され、代わりに本作品の楽譜を提出し、演奏された。その時の式は、 夫をトび火が行った。第5番と比較すると、はるかにシューベルトの個性が現れていると同時に、一面影響を受けたところも、はるかに多様であることを示している。また、第5番と異なりベートーベンの公共曲が色々な点でも反とされており、そしてイタリア風な作法が含まれているのは、その頃、ロッシーニの作品に接触することが多かったためだと言われている。 前日の通り、本作品は、長大な第8番に対して、小規模なため、小波長長の愛称で呼ばれているが、同じ波長長で書かれているだけあり、第8番を予感させるものを含んでいる。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、弦五部。全4楽章の構成で、演奏時間は約30分。ありがとうございます。